ご覧の皆さん、こんにちは、柳井優奈です。監督が高校生ということで、まずそれにびっくりして、いろいろ前回のとか今までの動きを見てきて、なんかすごくこの作品に出演させていただけるのが光栄で嬉しかったです。すごく真面目なんですけど元気な子で、困っている人をほっとけないようなそんな性格の女の子です。私の両親にいつもありがとうっていう気持ちを書いて渡したいです。普段からそういうことってご両親に伝えられたりとかってできる方ですか？ありがとうとか。あ、そうですね。でもお手紙書いたりとか、普段から結構家族がみんな仲いいので、ありがとうっていうのはよく言ってます。口を動かしちゃうんです。ずっとしてるのが無理で、なんかずっとペーペーとかやったりしちゃうなんか癖です。前後とかにいる女の子に普通にまず近くから仲良くなりたいっていう感じで話すかもしれないです。人見知りは、あ、でも最初はちょっとします。あんまりこう自分からは話しかけられないタイプです。自分で解決しようとするんですけど結局無理で母に言います。誘導するというよりかは、自分からなかなか言えないので誘ってねって言います。もう学校は卒業しちゃったんですけど、学校に行ってた時は必ず勉強用のノート以外の遊び用のノートを持ってって、それを友達とお絵かきしたりとか交換日記をしてました。信じません。絶対に信じません。フルーツです。貝類、カニとか食べるじゃないですか。技能教科、家庭科とか音楽とか体育です。5教科全部。最初の方は頑張ってやる気がしてやるけど、結局いろいろ出かけてギリギリになるタイプです。子供になります。過去ですね。過去の自分に指摘したいです。コーヒーに豆乳を入れて飲みました。アニメに出てきそうな、すっごい美味しそうな、なんかこんな分厚いベーコンに目玉焼きっていう感じの。ちなみにパン派ですか、ご飯派ですか？パン、あ、でもご飯、最近はパンです。ね、つゆ、人による。でも結構早い方だと思います。夏のイベントが好きだから今年はあんまり行けないですね。家族、うちが結構アウトドア派でよくお出かけするので、夏が好きです。おでこ短パン、夏は足を打ちます。タンクトップにタンパン。もういかに軽いかですね、夏は。犬飼ってるので、猫も好きなんですけど、犬ですね。って言わないと、うちのワンちゃん泣いちゃうので。ポメラニアンです。そんなに大きくなくて、こんぐらいなんですけど、もう大人ぐらい、私と同じぐらいの年なので。同級生です。地元の。みんなもうだって働いてるんですよ。お仕事したりとか専門学校行ったりとか、みんなもう私よりはるかにもう超えられてる気がします。自分、私が飼ってる犬に似てるって言われるので犬顔なのかなって思います。めちゃくちゃ最近なんですけど、さっき移動の車でみんなで私の中でカラオケ大会しました。もうこんなのってみんな。フラガールになりたかったんです。地元にハワイアンズっていうフラガールが有名なところがあって、
人生で初めて見たそこが現場の映画を見てそれに憧れてフラガールになりたいって思ってます。何回も見ました。その映画は本当に世界観が素敵で、監督もなんと16歳で私の4つ下の方がやってらっしゃって、もう一つ一つワンシーンワンシーン熱がこもっていて、こだわりがあって、本当に素敵なので隅々まで見ていただきたいです。